頭蓋骨の調整、それから背骨の調整、それから内臓の調整、自律神経の調整、骨盤の調整、これらをすべて同時に行います。よく原因を治さないと症状って治らないんだよっていう話聞くと思うんですけども、実は原因が作っている結果があって、その結果というものも治していかないと、その結果がまた原因を悪くする。内臓の働きをほったらかしにしておくと、内臓の状態がまた筋肉を悪くしてしまうので、両方同時にいっぺんに治していく。でそれらをコントロールしているのが脳と自律神経なので、そちらの働きも良くしてあげないと、また今度は筋肉とか内臓の働きも悪くなってしまうので、脳を調整するための頭蓋骨の調整、自律神経を調整するための背骨の調整、同時に内臓の調整、そういったものも加えていきます。ちょっと初めての施術でちょっと最初ドキドキしたんですけど、先生が優しく声をかけてくれたので緊張もほぐれてリラックスしながら受けられました。自分が思ってたちょっと直したい部分っていうのはあったんですけど、そうじゃない、実はここが悪いんだっていうところちょっと気づいたので、これから何回か通ってみて自分の本当に悪いところとか直せる部分は直していきたいなと思ってます、はい。